右足の方がやっぱこっちに倒れちゃいますね。おお、そうなんですね。こっち、これ、はい、痛いですね。この感覚ちょっと覚えて、ではボール使いますか、はい、ちょっと動かしてね。イメージは頭からこのまましっかりポンにつけて、ボールの上にだらーんと乗ってるイメージ作ります。で、膝曲げて、そう、まずバランスがいいところで落ち着かせます。 OK、 そこでまず呼吸の意識をしてみましょう。鼻で息を吸って、腹でスプラ吐いていきます。お腹の下に落としていく、長く吐いて、はい、吐いたら鼻で吸って、はい、口から長く吐いて、そう、あ、いいですね。その意識でこちらの手を少し上げて、気についちゃっていいですよ。いや、肩落ちてるイメージですね。こっち伸ばして、そう、このスパンと肩が落ちてるイメージで、はい、さっきの呼吸します。落として落として落として、まだ吐いて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 、はい、吸って、はい、すぐ吐いて、吐いて、はい、吸います、吐いて、あ、そうですね、首周りが出てるんで、もう完全にストレスですね。OK、では反対いきましょう。リンパの流れで出るのはもうストレスなんで、で、楽にしちゃっていいですか、だらーんと。そうですね、ここと。もうちょい左肩上がります？あ、肩っていうか腕。そう、ストップ。肘だらーんと作りが入っていいですか。で、カット。パス。で、はい、呼吸。いいですね。地球に意識を持ってきて、お腹まで落としていって、肋骨下げる、肋骨下げる、そう、簡単ですよ。はい、もう一度鼻で吸ったら、はい、吐いて、下げて、肋骨下げて、そう、ぐっと下げて、絞る、絞る、絞る。はい、OK。では、足戻して、手も戻しましょう。手の方で、ちょっとこの円を描くように、そう、1。動かします。反対側も行きましょう。1、2、3、4、鎖骨と肩甲骨、肩、回しています。8、9、反対回し。1、2、そう、この辺無視して、5、6、7、8、9、OK、前ならえしましょう。ぐっと突き出す。1、2、3、シッ、ゴッ、そう、肩甲骨を押し出す。シッ、吐いて、ナイス。オッケー、では足を伸ばして手を下ろします。オッケー、ワイパーのように内側、外側、ダラーンと、そう、繰り返して、エッチ、エッチ。大丈夫ですか？大丈夫です。エッチ、エッチ。いいですね。エッチ、エッチ。股関節から足の付け根から動かすイメージ持って、こっちから開く開く開く、そう、ここら辺から、この辺から、そう、こっち意識して、そうそう、ナイス、だいぶいいですね。 OK、 戻して、では両膝曲げていただいて、 OK、 難しいね。では右足からこのポールに向かって右足アップしていきます。エッチ、タッチ、股関節から上げてお腹を吐きながらポールに行きます。左足、エッチ、2、3、お腹反らない、シュッ、グーと、ゴッ、
6、7、8。オッケー、いいですね。では、バンザイ、前習いして、ゴンザイ、前習いして。オッケー、同じように行きましょう。1、ナイス。2、ナイス。3、オッケー。7、ナイス。5、タッチ。6、さあ、ここまで上げて、7、感覚作って、8、バランス、お腹、9、オッケー、いいですね。では、今度は両足を上げてみましょうか。どうですか？で、バズして。あ、前、ごめんなさい、前ならない。安定、お腹、お尻。いいですよ。集中。離しますよ。いや、いいですね。ちょっと早かったですね。いやっていうのは面白いですね。笑っちゃったらですね。ごめんなさい。さあ、バランス。さあ、安定させて。おー、惜しい。だいぶいいですね。そしたら、片方だけ上げましょう。うん。ここで、こっちでしっかり支えます。で、ま、前ならしたら、右手から後ろに、バンザイ。右手から。足上げてみて。足上げっぱなしですよ。はい。そう。1。こっち。2。そう、バランス。3。背中しっかりつけて。そう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 。4。5。6、音、簡単なようでなかなか難しい。8、あら、音じゃないですよ。9、OK、下ろしましょう。今度は反対にいきましょう。そう、バランス、体の感覚、筋肉の感覚、癒やしになっていきましょう。しっかりポールに骨盤と頭の後ろ、背中を肩ついて、もう一回右手から、1、5、あら、2、いいですね。3、全然違う。4、5、6、あれ、いい方のあれですよ。8、なるほど。いいですよ。まず1回ずつ、ラスト。はい、OK、戻して。左で支えるのがうまくいかないので、右足に負担がかかっている感じですね。うん。一つ考えられるの、このパターンで。OK、では、今度は右足を手のひら上にして、必ず上にします。そう、そして、しっかり。で、こちらの肩、まず膝を持ち上げて、そう、内に入れない。そう、バランス取って。はい。ここでバランス取ります。ここは全然今入ってないので、バランスはこの軸で取って、そう。で、寄せて寄せて、はい、膝伸ばす。バランス取って、肘でバランス取らないですよ。で、回していきます。ちょっと動かす。1、2、3、4、5、6、7、8、9、反対回し、呼吸動かさない。1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、OK、下ろして、いいですね。では、こちら、反対側いきましょう。曲げて、そう、膝曲げて、寄せてから、アップ。 OK、ここを中心に回してみましょう。1、2、3、力抜いて、5、6、7、8、9、反対回し、1、2、3、4、5、6、7、ナイス、9、はい、OK、下ろして、いいですね。
そうですね、バランスっていうのが取りにくいので、で最後はちょっと左右に揺れて、さあ、ぐっこり、ゆっこりと動かしてしましょう。さあ、体をペタッとつけて、もっとリラックス。さあ、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 ボールの上でゆっくりコロコロするようなイメージ。はい、一回リラックスして元に戻す。で、肘ついて、そう。で、鼻で息する。はい、吐いて落としてくる。そう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 。あ、だいぶいいですね。はい、鼻で吸って。はい、落としてく。はい、鼻で吸って。落としてく。では右側に倒れちゃいましょう。で上向きになって寝ていただいて、バランと床にくっつくイメージ作って、そうすると今足見ていただくと左右ちょっと動くの分かりますか？はいはい。そうです。こういう感じで、